ダストチャンネルのダストです。ヤコムです。本日紹介するのはこれだ。じゃん、鬼滅たまごっち炭治郎チカラーだ。イエーイ。たまごっちについに鬼滅の刃モデルが登場しました。今回発売されたカラーバリエーションはこの炭治郎チカラーとねずこっちカラーとアマゾン限定の鬼殺隊チカラーの3種類なんですけど、鬼殺隊チカラーはプレネでとんでもない値段になってるので、もうそれはパスした。だって値段がね、今撮影している現段階で7400円だよ。うわ、高すぎるでしょ。ね、炭治郎チカラーとかねずこっちカラーは2530円だからね、もう倍以上。さすがにちょっと買えないなと思って、炭治郎っちとねずこっちで迷ったんだけど、まあとりあえずね、炭治郎チカラー買ってみました。では早速遊んでいきましょう。まずはパッケージから見ていきます。パッケージの正面はこんな感じで、ここには可愛い炭治郎のイラストがあって、ここにもね、善逸とねずこと伊之助の可愛いイラストがあるね。可愛い。可愛いよね。全体的にこう和風テイストなパッケージになっていますね。で、裏側はこんな感じで、これは注意書きになっています。さあ、では中出していきましょう。はい、中出してみました。中には、たまごっち本体と説明書が入っていました。もうね、どっちもすごいちっちゃい。ね。500ml ペットボトルと大きさを比較するとこんな感じ。もうこれだけちっちゃい。ね。僕が知ってるたまごっちよりも一回りちっちゃいね。うん。説明書すらちっちゃいからね。うん。まず本体見ていきましょう。正面はこんな感じで、ここにはディスプレイがあって、これはボタンだね。カチカチ押せます。で、デザインは炭治郎の服だね。特徴的な市松カラーのデザインがされています。色は前面はグリーンで、一周ぐるっと見ていくとこんな感じで、後ろはブラック。そしてこういうチェーンがついてるのでスイングにもできるね。うん。では早速遊んでいきましょう。では説明書見ながら進んでいきましょう。まずは絶縁シートを取ってもらって、ポチッ、そう。そういうとこで時間設定の画面に行くから、今 AM になってるね。で、現時刻は朝の7時。早いでしょ、ダストチャンネル。まずはこの、ボタンがね、A、B、C だから、A ボタンを押してって、ふんじゃない、時間を書いてもらう。ほい、よ。1、2、3、4、5、6、7。はい。で、これで時間が設定。で、次、分。分に行くには、まず B ボタンを押してもらって、はい。で、A ボタンで、分を変えていくと、今28分。はい。だんだん押し、どん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 押していって。ちゃっ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 ちゃ。これ行き過ぎるとめんどくさいから。1、2、3、4、5、6、今9分になった。7、8、9、はい。で、B ボタンを押して決定。B ボタンを押して決定。はい、これで時間設定。おぉ。するとこ、これ藤の花かな。ね。あの、選抜試験のところかな。最終選別じゃない？あ、最終選別か。ごめんごめん。お、なんか、え？あ、おぉ、この二人出てきたね。あ、これがね、自分の設定みたい。鬼殺隊に入隊した、自分だって。へえ。ニコニコしてる。はい。これで OK だね。じゃあ、詳しく遊んでいこう。うん。まずは、呼び出し。呼び出しっていうのは、C ボタンを押してもらって、今ね、ニコニコしてる。さっき、玉露とかご飯あげたから、今ニコニコしてるんだけど、そしてその後に、階級が出てきたね。今は、水のと、一番下の。へえ。あの、階級なんだけど、それからね、どんどんね、こんな感じで、見えるかな？昇段していくみたい。今水の音で、その次が木の上だったかな、でその後にこうやってね、いろんなキャラに成長していくというようなゲームになってるんですね。ということで、まあ今ちょっと元気だけど、まあ、例えば空腹だった時、空腹だった時はね、こういう感じでむにゃむにゃむにゃってこう右上に出てくるみたい。こうなった時は、おにぎりをあげる。おにぎりは、A ボタンを押してもらって、はい。で、このご飯のマークだね。このご飯のマークを選択。B ボタンで決定。はい。で、おにぎりをあげると。それ、A ボタンだ。あ、ごめんなさい。B だ。そう。これでおにぎりを食べると。こうすると、さっきの空腹が解消されて、C ボタンを見ると、まあ今ニコニコだけどね、押してもらって、これニコニコ。今ニコニコでもないね。普通になってるね。まあ普通の状況に戻ると。で次、不機嫌。不機嫌な時もあるんだって。なかなかわがままだね。不機嫌はね、こんな、こうか。
こんな状態らしい。この時は玉露を上げる。さっきの画面まで行ってもらって、うん、はい、でそのボタンだね、うん、で玉露を選択してもらい、で飲ませると、はい、そういうところで玉露を飲むと不機嫌が治るという感じだって。こんな感じでね、こう管理というか、育てていくというようなものになってるね。で次は、あ、これ電気、電気、これ胎児がね眠るんだって、睡眠中ってなってるんだけど、こんな感じでね、こう寝るんだって。寝た時にはね、洗濯画面から電球マークが出るらしいんだけど、うん、それをね消してもらうと。へえ。そうするとまあゆっくり寝れるのかな。で指令っていうのもあって、一定時間ごとに春日井ガラスとかチュン太郎から指令が届くんだって。へえ。でその時に鬼が出現する。鬼もね、うん、こんな感じでよ、いっぱいいるね。そう、主要な鬼がね4人出てくるんだ。1体ずつ無作為に出現しますって言ったから、どの鬼が出てくるか分かんないんだね。へえ。でこれで画面全体を占領される前に A ボタンを押して鬼を退治してくださいっていうので、うん、まあ、鬼と戦うミッションもあると。面白いね、うん、これやってみたいね。で訓練行こう。訓練もできて、訓練はさっきのご飯の画面行ってもらって、そうで下のボタン、こう剣が合わさってるボタン、そう、これを選択してもらうと3つ選択できます。これがまず岩を切れ、岩切りで、もう一つが、うん、これが、氷炭割り、で次が薬湯かけ、あ、わ、薬湯って呼んでた、薬湯なんだね。こんなこう主要なね、劇中でも出てきた、うん、修行ができるということで、早速やっていこう。じゃあ岩切り、岩切りをやってもらおう。はい。でこれで剣がこう出てくるんだけど、あ、いいよ、決定してもらって、うん、はい、おお、まこ、元サビとかっけが出てきて、この剣が中心に来た時にボタンを押すと、おい、ここか、そうそう、おお、できた、できた、できた。これをね繰り返していくと、いいね、いいね。剣を切るボタンは A ボタンだね。あ、難しい、頑張れ。おお、難しいね、うん、結構タイミングシビアな感じがする。で次が、ひょうたん割りいきましょう。ひょうたん割り、さっきの手順でひょうたん割りまで行ってもらって、2つ目、そうで、これは一定時間内に A ボタン連打するということなので、うん、あ、おー、この子ですね。旅館に、あ、いよいよ、今連打、館にいた子たちが出てきた。でこれでひょうたんにだんだんひびが入っていくんだけど、うん、頑張って連打していくと割れるかどうかってところなんだけど、頑張れ。お、どうだ、おー、割れた、割れた、オッケーオッケー、これで修行クリアだね。で最後薬湯かけ、あ、ニコニコしてる。薬湯かけやっていこう。これカナオとねバトルしててやってたね。そうだね、うん、これカナオ出てくるかな。はい、決定で、これはボタンが出てくるからそれに合わせて、あ、出てきた、お、あの、押していくというので見てもらうと、これ A が2つ出てきた時はそう、 A を2回押すと、お、で次が A、 これ1個の時は1個、おお、上手だね。お、 A2 回、おお、セーフセーフセーフ。これ B が出てきてないの、あ、 AA ばっかだね。B も確かあるんだけどね。どうだ。ほい。お、A。A2 回。オール A だった。オール A？ お、全部 A だったね。ね。あ、B 出てこないのかな。まあいいや、こんな感じで、うん、ボタン、あ、やっぱ B が出てくる。B も出てくるんだけど、うん、こんな感じでね、ボタンを押していくというようなゲームですね。はい、じゃあ次、負傷。負傷モードっていうのがあって、鬼が出てきたのに放置したり育成を怠ったりすると、うん、大使がね負傷してしまうんだって、負傷中ってなってね、こんな感じでよ寝込んじゃうらしいんだけど、負傷した時は完全に回復するまで A ボタンを押して治療してくださいだって、でずっと負傷したままでいると、うん、死亡してしまうので注意してください。死んじゃうんだよ。
したら、もう一回最初からなっちゃうのかな。どうなんだろう。あ、書いてある。死亡したらね、負傷したままだったり、何度も負傷を繰り返すと死亡してしまいます。死亡後は、隠しによって事後処理が行われます。うわ。隠し、あの、黒子みたいな、この人たちも出てくるんだって。へ、これ、負傷したらどうなるのかな？あ、リセット。最初からなのかな、新しく大使を育成するにはって書いてあるから、うわ、また最終選別のあの最初の藤の花の画面からスタートすると、うん、なかなかシビアだよ、ね、これは。で最後かな、これき、あ、まだ、あ、最後だね。緊急報告っていうのがあって、春日井ガラスから各地の様子が届くことがあります、うん、どういうことだろうね。内容を確認できたら AC いずれかのボタンを押してくださいっていうことで、あ、ここに書いてある。あ、こんな感じで布団干してたりこれ剣を作ってるのかな、下は。そうだね。あ、違うか違うか、ん、ご飯焼いてる。ご飯だね、あの鱗滝さんがねご飯作ってるんだねこんな感じを、まあ、春日井ガラスとかチュン太郎が教えてくれるのかな。チュン太郎出てきてほしいけど ね。で、育成方法によっていろいろな、さっきもちらっと見せましたけどね、こんないろんな姿になるんだけど、うん、まあ、猪之助や善逸、炭治郎、あと柱の面々がね、ずらっといます、ね。で、肝心なね、無惨が出てきてないんだけど、無惨もね、出てきます。こんな感じでね、無惨もちゃんと出てくるんだよね。これ無惨に会ってみたい ね。倒せないかな。こんな感じで、まあ、育成方法によって様々な呼吸の使い手に成長をさせていくといったゲームだね。ということで本日は鬼滅たまごっちの炭治郎力を紹介しました。どうだった？修行が難しい。あれ難しいよね、うん、結構、まあ、ちっちゃいからっていうのもあるし、うん、まあ、子供向けって考えてると痛い目食らうね、うん、だって自分もできなかったの、うん、あれ、ね、順番で来ないからさ、剣がね、うん、あと玉露もあれ難しいよ ね。2つのボタンが急に出てきたりとかね、うん、今後どういう風に育っていくだろう ね。何に育ってほしい？イグロか善逸。イグロか善逸か。そうだね。ダストはね、やっぱり、あれかな？富岡義勇かな？どうやって育てていくと、ね、そういうキャラになっていくのかが、まあ楽しみだけどね。うん。まあ、今後、うん、どういう風に育っていったかっていうのは、まあツイッターで報告しようかなと思いますので、もし興味ある方は、ぜひツイッターフォローお願いします。まあ、今までのたまごっちと同様、簡単に遊べますし、気軽に遊べるので、普段忙しい人でも遊びやすいかなと思いました。そうだね。あと成長した後の姿もね、種類がたくさんあるから、やり込み要素もあって長く遊べるんじゃないかなと思います。もし気になった方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。ヤクメでした。バイバイ。